今日はね、このエンディングノートについてちょっとお話ししたいなと思います。自分の終焉に関して、臨終に関してのいろんな記載のノートなんですけども、このエンディングノートをつけることのおすすめっていうのがあって、死を覚悟しているからこそこういうのを、書く。私はそういう状況にありますけども、普通このエンディングノートっていうのは、定年退職した後の年配の方がですね、そろそろ準備しておこうかなと思って書き出すようなものなんですけれども、また死んでしまった時のことだけじゃなくって、こちらのノートにもちょっと書いてあるんですけども、活用の仕方としてはですね、死よりも先に訪れるかもしれない、その、老人性の認知症であったりとか、あと事故とかで、意識不明になってしまった時で、意思が伝えられなくなってしまったりとかで、介護を必要とする時に、そんな状況に遭遇した時にもこのエンディングノートっていうのが大活躍してくれると。何にも残しておかないと自分の意思っていうのを伝えることができなくなってしまった時に、周りの人はどうしていいかが分からなくなってしまってものすごく大変になるっていうのもあるので、残された家族のためにもこのノートっていうのは残しておく方が親切になります。自分のことしか考えてない人はですね、このエンディングノートなんか残さないと思います。エンディングノートを残すってことはですね、自分の周りの人、特に家族に、心のケアにもなったりするし、何にも決まっ意思が伝わらないところでですね、いろいろなこう準備っていうのをしなければならない家族の大変さっていうのは、そこをね軽減させてあげることができるんですね。ね、私はもう家族なんかほとんどいなくてですね、残す必要もないかなっていうふうに思ったりもするんですけども、それでも関わってくださってる人たちがいらっしゃるのでね、そういった方のために項目がいくつかあるんですけど、このメッセージっていうのも残しておくことができますしね、私が今必要だなと思っている項目にはこういうふうに付箋をしていて、医療とか介護、あと遺言の方ね、遺言書とか財産のこととか、あと、死んでしまった後の、こと、自分の身柄をどうするかっていうような、ことですね。で、遺骨の問題、お墓に入れてほしいのかとか、そういうことなんですけども、まず大体死んでしまった後のことっていうのは、お墓の問題であったりとかね、その後どうするっていう話が大きくなると思います。葬儀をしてほしいのか、してほしくないのかとかね、葬儀はまた大きくやってもらいたいのかとか、家族だけでやってもらいたいのかとか、そういういろいろ一番問題となるものがその葬儀のことだと思うんですね、死んでしまった後っていうのは。で、私はもうゼロ葬を希望しています。ゼロ葬っていうのは、葬儀しないでくれっていう意味なんですけど、火葬して、もらったらそのまんま、その遺骨っていうのは、自然のなんていうんですかね、に帰るような形で、大体その遺骨っていうのを皆さんお墓に持って行って埋めるわけなんですけれども、そのお墓を私は必要としませんっていうことなんですね。ただいろんな考え方があります。その、なぜお墓が残っているのかっていうとですね、やっぱり死んだ人はもう、そこに入ってるっていう意識であれば、もしかしたらそこに意識が残っちゃうのかもしれないけど、お墓があることによって残された人が、それを必要としてるわけですよね。で、私は必要としないっていうのは、
そこにお金がかかってしまうっていうところで、家族の経済的な圧迫をまたそこでしてしまう。ただでさえ過敏症でね、もう散々お金を、もう使ってもらったところで、もうそれはしなくていいよっていうふうにも思いますし、もう忘れてもらいたいなって思うぐらいですね。もう周りの人もとても大変な思いをしているのでね、まあ、そういうのはいろいろこう自分の信念だったり考え方だったり、その周りの人との付き合い方っていうのも加味されてくるものなんですけども、この本をね私参考にしたんですね、今時の納骨堂っていうやつ、ものすごくいろんな、お墓の形態もありますし、そして、骨をどうするかっていう問題とかね、いろんなやり方があるっていう、こんだけ厚い本なんですけどもね、その中でもここのちょっと付箋をしてるんですけど、そのゼロ層に関してここに書いてあって、ゼロ層っていうのが葬儀しないで、そのまま、骨は自然に返してもらう、肥料にしてもらったりっていうような状況なんですけどね。で関東の人はね、なんかそれにすごく抵抗があるみたいで、これちょっと読んでて分かったんですけども、そもそも東日本と西日本で、ちょっと、お墓の形態もちょっと違っていて、沖縄とかだと全然もうお墓の大きさが違ったりとかするけれど、納骨するこの壺がありますね。その壺の大きさもまず違っていて、私は関東の方の葬儀しか出たことがないんですけども、それものすごい大きいんですよね、壺が、全部の骨入れるからね、もう粉になったやつもその壺にポンポンってね、サーって入れるでしょ、ちりとりみたいなので。で、それが、こっちの、西日本、でいいんだよね東の西、そうだよね、なんか頭混乱してきちゃった。まあそっちの南の方ですね、側ですと、こうちっちゃくって骨が、ツボが、あれ私一回でも出てるか、そっちの葬儀も、あれちょっとなんかその時のどうだったかちゃんと見てなかったのでちょっと忘れちゃってるみたいなんですけど、この喉仏の骨とあと数箇所だったかな、だからで、その他どうしてんのかなっていうと、やっぱり肥料にしたりとかって、他の方の骨と一緒にね、果樹園に持っていかれたりとかっていうのがあるそうで、だからちょっと関東の人が、みんなと同じ、ところっていうか、みんなというか、なんていうんですか、個人の母かっていうよりも多くの人が一緒に入ってるお墓みたいなところっていうの、抵抗がある人もいるみたいなんだけれども、全然その抵抗がないっていう、ね、もう骨ちょっとしかこう壺に入れない文化がそもそもあるところは別に抵抗がなかったりとかっていう風にあって、なんかそういう風にやっぱ育った環境というか、そこの風習とかっていうものでだいぶね考え方とかが違っていて、この本はかなり参考になりましたね。その人の考え方というのと、お墓のあり方みたいなのとかね、でその中で選んだのはゼロ層私はです。で、そのこともちょっとここに書いてはあるんだけれどもね。でこのエンディングノートどこに置いてあるのかっていうとですね、これはちゃんと伝えておかなければなっていうふうに思っているんですけども、このね、クリアファイルじゃね、クリアケースに入ってます。これが私がこう、残したいものというかね、年金のこととか、あとはいろいろこう財産に関わることであったりとか、
自分の個人データ的な、アレルギー検査のやつだったりとか、何が入ってんだっけと、なんだ、あと思い出の、まあ、写真が少し入ってたりとか、まあ、なんかデータ類とかが入ってたりします。で、まあ、この一箱に、ね、収まるようになんとかはしているんですけどね、入らなかったの。これね、ちょっと iPhone iPhone のね、ケースなんですけど、本体はこっちの中に入っていて、まあ、加工はどうでもいいかなとか思いつつもね、一応なんかあの、もし、中をね、全部きれいに、中をきれいにっていうのはその、本体の中ね、初期設定に、もう初期にの状態にして、まあ、売るっていうこともできるだろうからね、そのために一応箱とかも取っといてあるもします、ね。財産、その、遺言書に関してその弁護士さんからこういただいた手紙返事なんですけども、ちょっとあの紹介しておこうかなと思います。あのよく間違うというかね、そうだね、私もよく知らなかったんですけども、あのね、遺言書の方式は3つあってね、直筆証書遺言っていうのと、公正証書遺言っていうのと、3つじゃなくて4つあったね、あの、秘密証書遺言っていうのと緊急時遺言っていうのがありますっていうことで、私多分緊急時になると自分で思ったので、その書き方を教えてくださいって言ったら、緊急時っていうのは、緊急時遺言っていうのは、危篤状態にあって自らこう筆ねペンを持ったり十分な意思表示ができない場合に限って認められると、まあ私そういう状況になるだろうなっていうふうに思ったんですけども、ところが交渉人っていうね、交渉役場の人だと思うんですけど、が立ち会って、証人の立ち会いなどが必要になってくると、そうすると私過敏症を持っているので ね、かなり危篤状態にあってそのまま他界しちゃう可能性もあるけどねそうなっちゃうと、まあそういうわけで、こう誰かがうちに入ってくるような状況っていうのはやっぱ作りたくないっていうふうにも思ったので、まあ弁護士の方もね、その辺もあの意にそぐわないんじゃないかっていうことで、直筆証書遺言っていうのをおすすめしますという回答が来たんですけれども、これはね、あの自由に作成できるからなんですって。公正証書遺言と、秘密証書遺言っていうのはいずれも交渉人、交渉役場でね、作成することが原則ですと、特別な事情があれば交渉人に出張してもらうことは可能ですが、いずれにしても交渉人の立ち会いが必要っていうふうな、ことで、やっぱ直筆証書遺言の方がいいんじゃないかということですね。で、自由にしかも作成できるからということです。ただこれの遺言の書き方には厳格な方式が定められていますと、それに反する遺言は無効になっちゃうよっていうことを書かれています。それいくつか注意点があるんですよね。まず遺言本人、遺言者本人が直筆ね、直筆で書く、まあ、タイピングとかじゃダメよっていうことですよね。直筆で書いて、署名、ちゃんと自分のね署名をするっていうことですね。そして必ず日付を入れて捺印すると。で、この印鑑は3文版で OK ですって。なんだけど、ここで使った印鑑を封筒に入れた後にまたそこで押さなきゃいけないですって。同じ印鑑じゃないとダメみたいですね。封筒に入れて、のり付けして、まあ、その本部に用いた印鑑で封印するね。封を印
封印する。そう。で、まあ、これしばしば日付を忘れることがあるそうです。書き忘れることが、まあ、やっちゃいそうだよね。でも日付のないものは無効になりますだそうです。何度も書き直しは聞くんだけれども、その日付が新しいものが有効になるそうです。それまでに書いた遺言というのは全部無効になってしまうので、いろんなことを書いたとしても一番新しい日付のものが有効になるそうです。で、そのまた内容なんだけれども、書く遺言書の内容については、財産の分与に関わるものに限り有効になるそうです。まあ、自分のこう心境だとか苦しみだったりとか悩みとか、どういうわけで自殺というかしますとか、どういうわけで、遺言書を残しますとか、そういう理由とかっていうのはどうでもいいというか、何も認められない、何の効力もないみたいです。内容としては、その自分の持っている財産を誰に譲るかっていうところが問題になっていて、特にその遺言書を残さない場合には、もともとのこう戸籍上の相続人だったりとか、まあ、法定相続人にこう自動的に自分の財産が行ってしまうわけなんですよね。その正の財産と負の財産っていうのもあって、もし自分が借金してたらその借金は負の財産になりますね。で、自分がもしなんかこう貯金がいっぱいあって、で、その貯金を誰に譲るんだっていうところだったら正の、財産になっていきますね。で、正の財産負の財産っていうのもやっぱエンディングノートに、自分にこう書く欄があって、目録がちゃんとここに書けるようになっていますので、もう書いておきました。この記入した時点で自分の財産どれくらいあるのかっていうところでね、私ほとんどなくって、もしかしたら負の財産になってんじゃないかっていう恐ろしいものがあったりとかするんですよね。で、どうしようっていうふうにちょっと思ってたりします。電子破壊症になっちゃってから電子マネーとか全部引き出せなくなっちゃったんですよね。どうしようっていうところが結構あってね。その財産を誰に譲るかっていうところでですね、ちょっと、そうなんだって私は思ったんですけど、テレビドラマとかで、なんていうの、こう、自分の財産を特定の人に全部譲りますっていうような、やり方をすることが、まあ、時折出てくるらしいんだけれども、まあ、それが、それは無効っていうふうな扱いをされているそうなんですけども、それは違うと。無効じゃないそうですね。全てこの人に譲りますっていうのは有効なんだそうです。で、その全て誰々に譲りますっていうのを、有効にするためにこの遺言書っていうのが必要で、そのちゃんとした遺言書ですね。そのか、さっき言ったような直筆であれば、直筆でその誰々に全て譲りますみたいなのを書いて、で、日付と印鑑を押して封を押して、しかも家庭裁判所の方に持っていかなければならないんですけども、まあ兼任っていう形で認定をしていただく必要があるそうです。で、ちなみに障害年金は相続の対象にならないはずですと遺族年金ならば相続対象になるということです。なので、第三者を書いても大丈夫そうです。例えばその全然家族との関わりがなくて、実質こう支援してくれた人に全部譲りますとかね、性の財産があればね、そういうふうにすることもできるみたいですね。ちなみにここにあれ、どういうふうに、ちなみにその財産目録なんですけど、
不動産とかその他あのちゃんとあの価値があるものに、ね、貴金属とか自動車、あとは美術品、あとは土地とかね、まあ今って不動産って言ったな、あともし貸金庫とか、貸倉庫とかを借りていてそこに何かあるようだったらそれもね記載できるような形になってますし、あと家財道具一式とかですね、よくご年配者の方とかはよく霧のタンスみたいなのとかあったりとかすると思うんだけども、まあそういったなんかこう、あとはなんだろう、ちょっとアンティークな家具類とかってありますよね多分。そういったものも財産目録に一応記しておきましょうということですね。あと骨董品とか盆栽とか趣味で集めたものであっても一応評価額がつけば財産に含まれますと、なので記載しておきましょうというふうには書いてあります。で、あとこの目録に書くはいいけどさ、ちゃんとその例えば証券であったりとかそういった性の財産があるとか負の財産もそうだけど、まあ保険証と生命保険証とかもそうだし、あと固定資産税課税資産明細書とか通帳とかね、そういったものをちゃんと同じところに保管しておく方が分かりやすいですよね。この財産とかどこに置いてあるかっていうのを一応書いておく場所も ここのエンディングノートにはあるので、一応私は、このケースの中っていうふうには書いておきました。でもしなんかこうそこに入らなかったものっていうのはまた別口でここに一応書いてます。あとこれ、もし介護が必要な状況になってしまった場合に保険証とかね、身分証明書どこなんだいっていう本人しかねわからない、管理してるものが本人しかどこに置いてあるかわからないようなものっていうのはちゃんとここに明記しておくと、まあこれを見ただけで家族がわかると、まあ支援しに来た人がわかるという状況になるわけですね。なので私ちょっと保険証とかは違う場所に置いてあってリュックの中に入ってたりとかするので、まあそれはもし避難した時にそのリュックを持っていくんですけど、その避難先とかで倒れちゃった場合に必要になるんじゃないかと思って、その中に入れてたりします。だからお家の中で倒れている分にはこのエンディングノートを見ていただければ全て、お家の中にあるものなので、こと足りるような状況になってますっていうわけで、まあ、ちょっとざっくりね紹介したんですけども、自分の最後のことを見据えてねちゃんと準備もしていますよということ、あとこの動画を見てくださった支援してくださってる、実質まあうちに入るかもしれない方は今の説明ちょっと聞いてもらえれば、そういえば このハードケースの中に全部が入ってるなとか、そこにエンディングノートが入ってんなぐらいはちょっと覚えておいてもらえれば、ありがたいなというふうに思っています。